あんた大丈夫か。血が出てるぞ。この貴様ら、何の騒ぎだ。さては貴様ら、狙撃の犯人だな。こいつだ、俺じゃねえ。凶器もある。なんだこりゃ、弓なのか。凶器ってそれ。貴様も仲間か。いや、わしはごまかそうったってそうはいけん。どうせ仲間に全部罪をかぶせて自分は助かろうって腹なんじゃ。俺じゃねえつってんだろ。いや、目を見りゃ分かる。もうなんつよどんだ目だ。どっからどう見てもアクトゥーの連れで。抵抗するか貴様。待て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 。ナイフ使いでチビで若くて、あの、もしかしてあんたトルフィン・カルルセブニ。トルフィン・カルルセブニ誰だって。バカ知らないのか。ノッポのトルケルにナイフ2本で挑んで勝った男だよ。嘘。だったらヤバくね。こいつ殿下の家来だぜ。マジか。ちょっとすいません。君もしかして出身はアイスランドじゃないかね。ん、名はホールズの子、トルフィン。あんた、レイフのおっちゃん。生きとったぞ。よかった、よかった。そうか、やっぱり仇討ちを。ああ、野郎は必ず俺が殺す。この父上の探検でな。ボロボロじゃないか。幼い子供が戦場を生き延びて地獄を見てきたに違いない。いや、ダメだ。この子を救うにはこれまでの11年間を否定しなければ。レイフさん、ヴィンランドは今どうなってる。父上が生きたがっていた。俺も時々夢に見るんだ。もう村の一つも作ったかい。なぜ残してきた母と姉のことを聞かんのだ。お前がいなくなってからヘルガの具合は一層悪くなった。顔を見せてやれ、トルフィン。ヘルガにはそれが薬だ。俺はヴィンランドのことを聞いてんだよ。聞いてもねえことをペラペラと。おいおい、こら、どこへ行く、トルフィン。国へ帰ろう、トルフィン。もう十分だろ。一緒に帰ろう。十分。あんたに何がわかる。あの日から今日までの俺の何を知ってるってんだ。ハッセラットが野郎が生きて飯を食い腐されてる間は十分じゃねえ。十分じゃねえ。なんということか。あの陽気だった幼子が。お前の気が変わるまでわしはこの町にいるぞ。トルフィン、国へ帰ろう。